VPP は1992年9月に富士通から発表された富士通 VPP500 から始まるベクトルパラレル型の商用スーパーコンピュータのシリーズ名。ベクトル演算処理能力を有するプロセッサユニットを並列に接続することで高速な演算処理を行う。富士通 VPP500 発表時には355 ギガフロップスの世界最高速の処理性能が謳われたが、これはプロセッサーユニットを最大の222個を接続した時のものである。プロセッサーユニットはガリウムヒソイル SI などを採用し、超高密度実装によって単体でも1.6ギガフロップスの性能を実現している。1995年2月にプロセッサーユニットに CMOS を採用し、 最小プロセッサユニット数1個から構成可能になった富士通 VX シリーズ VPP300 シリーズを発表。1996年3月に最大搭載プロセッサ数を512個まで拡張した富士通 VPP700 シリーズを発表している。これらに搭載されているプロセッサ単体の最大性能は 2.2GHz。1999年月には 改良された CMOS プロセッサを搭載したより高性能な VPP5000 シリーズを発表している。富士 VPP5000 シリーズの単体プロセッサの性能は9 6プス。主な適用分野は数値流体力学を利用した航空宇宙工学、気象予報や核融合研究などの数値シミュレーション分野、分子動力学法による分子化学など、 航空宇宙技術研究所と富士通が1993年に共同開発した数値フェードシステムに VPP シリーズが採用されている。1993年2月1日に VPP500 で稼働を開始した NWT は1993年11月にはスーパーコンピュータトップ500ランキングにおいて日本で初めて1位を獲得している。また、 1994年、1995年、1996年のゴードンベル賞も受賞している。2008年9月12日に NWT で使用されていたコンポーネントをアメリカ合衆国のコンピュータ歴史博物館にプロセッサーユニットを寄贈すると発表した。日本製のスーパーコンピュータとしては初めての寄贈となる。ありがとうございます。